こんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、PayPay の投資をちょっとね、皆さんと一緒に見てみようかと思いまして、 PayPay のアプリを開けてみます。 PayPay で商品を買うと、なんかね、バックが常にあるんですよ。何パーセントとか 10% とか、この前 49% みたいなバックがありましたけども、これを自分の PayPay にプラスアルファするんではなくて、バックされた分をそのままね、自動的に運用するっていうね、投資に使う方法があるんですよ。この PayPay の中からボーナス運用ってやつが左から2番目、一番上にありますので、これをクリックしてみますとね、ユーザー情報の確認、まあ、こういう風な画面が訪れます。実は前回やってみたんですけども、いい感じになったんで1回ね、全部キャッシュアウトしたんですよ。それが10万円ぐらいあったと思いますけども、今回4月12日からまた始めてですね、すでに 12,352 円、これね、元金ゼロなんですよ。元金ゼロで4月12日から自動運用を始めましたよっていうところから、自動的にバックされた分をこちらの方に組み込んでいくと、4月12日だから3週間ほどでですね、もうバックされた分が 12,351 円あって、で運用益も出てるんですよね。ですから運用益が220円出てますね。だから 12,000 円ぐらいに対して220円の運用益ですから、 2% 儲かってるってことになるんですよ。でこれ1年も経ってないですからね、年利 2% じゃないですからね。その3週間ぐらいで 1.82%、 2% から出てるわけですよ。これをどういうふうに捉えるかってことになります。どうですかね、皆さん、どんな感じに見えます？私はね、とってもいいんじゃないかなと思うんですけどね。どうでしょうか、なんか良くなかったです、これ。ボーナス運用ってやつ、なんかね、こう結構フリーハンドで儲かりそうっていうかね、 PayPay で物を買うとそれだけでも得点があるのに、こうやって PayPay で振り出されたものがね、そのまま投資になっちゃうっていうね、なんか美味しいことこの上ないなと思っちゃうわけなんですけどね。まあ今回はそれだけです。はい、ありがとうございました。